素晴らしい才能を確かめられた。昨今メジャー関係者の間で日本人投手の評価がうなぎ登りになっています。2024年も新たに海を渡った山本由伸や今永翔太が目覚ましい活躍を見せ、さらに日本人投手の存在価値を際立たせました。2024年オフも佐々木朗希や菅野智之など新たなメジャー挑戦者が複数登場し、日米ともに報道が過熱しています。また若手の注目株筆頭格として中日高橋宏斗もメジャー関係者から熱い視線を送られており、今後数年の動向も気になるところです。そんな中、高橋よりも名を挙げた選手がいました。メジャーへのアピールの舞台。2024年もメジャーでは山本、今永など新たな顔ぶれが軒並み好成績を残しました。昨今の日本人先発投手のクオリティはメジャー関係者の間で世界一と評されるほど定評が高いといいます。こうした日本投手バブルの影響もあり、プレミア12には多数のメジャースカウトが来場していました。そんなメジャースカウト陣の判断材料は何なのでしょうか。ナ・リーグ球団のスカウトによれば、直球の速さではなく四角に設けられたストライクゾーンへの制球力だといいます。どんなに質のいい直球を投げたとしても、ストライクゾーンの四角に投げられる制球力を持っていないと通用しないと語るのには理由がありました。メジャーには日本の主な投手が武器とするより体から遠い外角球に対しても踏み込んで捉えられるリーチの長い打者が多いです。日本人は体格や体の強さではどうしてもアメリカ人や中南米の投手に劣ります。そのため投球の大半を占める直球のコマンドは日本人投手にとって特に大事だとナ・リーグ球団のスカウトは語りました。まず一定レベルを誇る直球の球威や質は大前提。そこに付加価値のつく日本人投手のストロングポイントは、それらを確実に操る精密さなのです。メジャーでは身長190センチ以上の投手は珍しくなく、196センチのダルビッシュ有でさえ日本時代よりリリースポイントを下げ勝負するようになっています。プレミア12の侍投手陣ではほとんどの投手がメジャー基準で見ると小柄です。しかしメジャー1年目ながら15勝を挙げた今永は178センチ。海を渡ればサイズで劣る傾向にある日本人が重力5を制するためのコマンド力はメジャースカウトの間でも重要な評価項目となっています。そして日本代表の中で高橋宏斗よりも名を挙げた男がいました。悔しさを糧に成長した男。日本代表でメジャーのスカウトに名を知らしめた選手は阪神才木浩人です。2024年は開幕から先発ローテーションを守り、チームトップの13勝3敗、防御率 1.83 の好成績をマークしています。そんな才木には苦い過去があり、それは2023年の WBC 直前に行われた侍ジャパンと阪神の強化試合での登板でした。この試合で才木は大谷翔平に膝をつきながらの衝撃的なホームランを浴びたのです。才木は大谷のホームランについて、僕の中ですごく悔しい思いをしたので、もっといいボールを投げられるようにというか、もっと成長できるきっかけにもなったので、もっと頑張っていきたいと成長のきっかけになったと振り返っています。そして悔しさを糧に2023年は8勝、2024年にはキャリアハイとなる13勝を挙げ、阪神のエースと呼ばれるまでに成長しました。素質を一気に開花させた才木に、元投手コーチの薮圭一は、メジャーに行ける人材、すでに調査も始まっていると、さらなる飛躍に期待を込めています。才木の魅力は、189センチの長身から投げ下ろす力強い直球と空振りが取れるフォークです。以前は抜け球が目立つこともありましたが、制球が定まり、大崩れがなくなったのも躍進の要因でしょう。また投球の半分以上が直球で、変化球もスライダー、フォークにたまにカーブを投げる程度で、最近の投手にしては球種は少ないです。それでもこれだけの成績を収めているのは、一つ一つのボールの質が高いからでしょう。
2024年の阪神打線は貧打にあえぎましたが、味方の援護がなくてもマウンドで泰然自若に振る舞う姿にも頼もしさがあります。一軍で投げ出した頃に見受けられた焦る素振りもなくなりました。佐伯は自身初となる侍ジャパンへ、代表というものを経験したことがなかったので、こういった経験も成長につながると思ったし、僕の野球人生に対して成長できる場になればいいなと思う、と意気込みを語っています。球団 OB はメジャー志向のある佐伯にとって、国際大会のプレミア12は絶好のアピールの場、出る気満々でモチベーションも高い、彼の腕の見せ所です、とコメント。佐伯にはメジャーからも熱視線が送られています。ネット裏からメジャー球団のスカウトたちが佐伯の投球をチェックする機会も増えました。あるスカウトは、佐々木朗希、山下俊平太、高橋宏斗の実力が抜けていると評価しつつ、その3人に比べると佐伯はワンランク下がるが、直球に力があり、メジャーでも通用する可能性があるパワーピッチャーと佐伯を注目リストに入れ、すでに複数回の視察に訪れています。ネット裏から佐伯のビデオを回してスピードガンを向け続けたメジャー球団のスカウトも、大きな収穫があったと声を弾ませました。実りの多い旅だったよ、佐伯の素晴らしい才能を確かめることができた、と名指して佐伯を称賛。特に佐伯の直球の回転数の多さには驚かされたそうです。一般的にスピン量が多い直球は、平均的な直球よりも高く浮き上がるような感覚を打者に与えるとされます。この魔球は藤川球児の代名詞、火の玉ストレートが名高いですが、佐伯の回転も負けていませんでした。佐伯の直球の回転数は2600台後半から2700台に集中していたといいます。メジャー平均の2250回転の約 1.2 倍で、これはメジャーでもトップクラスです。ナ・リーグ球団のスカウトは、平均から外れるほど打者にとっては見たことがないボールになると解説しています。そして佐伯の直球を、打者の経験値から大きくはみ出した武器を持っているのは、その時点で魅力的な人材だってことだ、と称賛しました。阪神の新エースとなった佐伯がメジャーへの大きな一歩を踏み出したのは間違いないでしょう。メジャーから高評価を受ける佐伯は不撓不屈の男でもありました。乗り越えた不撓不屈の男。佐伯の右肘に異変が生じ、緊急降板したのは2019年5月の2軍戦でした。そこから手術を回避して木への道を探りましたが、投げるたびに肘に痛みが走ったそうです。状態が良くなったと思ってもまた痛くなるの繰り返しで、故障が癒えるどころか症状は悪化する一方、いつまでこの状態が続くんだろうと思いました、と後に振り返るように、佐伯は追い込まれます。検査をすると、右肘の内側側副靭帯の再建術が必要な状態になっていました。この頃には、歯磨きや洗髪など、私生活にも支障が出始め、なかなか寝つけない上に、朝起きても痛みが消えなかったといいます。保存療法に限界を感じた佐伯は、すがる思いでトミー・ジョン手術を決断。そして2020年オフにトミー・ジョン手術を受けることが決まった際、佐伯は母親に手術が決まってほっとしたと漏らしたといいます。そして2020年11月にトミー・ジョン手術を受け、長いリハビリ生活に入りました。ボールを投げられないストレスとの戦いが続き、術後も患部の状態は一進一退。それでもトレーナーからの「大丈夫、きっと良くなるよ」という言葉が支えとなり、佐伯は後ろを向くことはありませんでした。ボールを投げられるようになってからは、思うような動きが出せなかったので新しいトレーニングを取り入れたりしました、と地道に努力を重ねます。そしてトミー・ジョン手術の前と後では、指先の感覚は別物になったそうです。新しい感覚にはプラス面もマイナス面もありますが、佐伯は制球、メカニックの部分でプラスに働いた部分が大きかったといいます。トミー・ジョン手術は右腕の内側を切っていますが、小指や薬指と内側の筋肉はつながったままです。
そこで佐伯はリハビリで集中してその部位をトレーニングで強化をすると、リリースの時に手首がぶれたりせず、きちんとまっすぐに立って指先にかかって押し込めている感覚が生まれましたと進化を実感。また肘の不安が消えた上、リハビリの過程で他の部位に筋力がつき、トレーニング強化の重要性に気づいたことも大きな飛躍につながったと思いますと語っています。その成果もあり、150キロをコンスタントに超えるまでにスピードアップ。その裏には地道なトレーニングの成果があったのです。2022年2月に実戦復帰した佐伯は、同年7月には一軍で復活勝利を挙げました。手術から約1年3ヶ月で実戦復帰した例は、同手術の経験者たちによると早い方だといいます。そこからの成長は成績の通りで、阪神のエースへと上り詰めました。佐伯はリハビリ期間中に得られたことを1個や2個ではないですねと振り返っています。それまでしてこなかった足裏や足の指のトレーニング方法や、その重要性を深く知ったそうです。佐伯は、怪我をしないと得られなかったことがたくさんありました。でもまだまだもっと良くなる手応えはあります。すごく未来は明るいですと、怪我も成長につながったことを実感しています。手術の決断が正しかったことの証明を成績で明確に表した佐伯は、リハビリの期間を耐え抜いて新たな自分に出会えたのです。いつか佐伯が日本代表のエースとなり、メジャーで活躍する日も近いかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。